はいこんにちは116インズです さて今回はある種毎年恒例の企画となっていますが普段あまり見かけることのない少し変わった選手成績を眺めるだけの動画となります昨年はその中で個人的に好きなものをピックアップした動画をやりましたが今年は自分で調べながらこんな変わった記録があるのかと思ったものですとか数値のアンバランスさが妙な魅力となっているものですとかそういったちょっと変わった成績を探してみましたまあ完全に私の趣味みたいな動画ではあるんですがそこはお付き合いいただければと思いますそれでは早速見ていきましょう まずは痛いということでマリナーズのファーストタイフランスが残した成績をご紹介。フランスは打つ際にかなりプレート近くに立つことですとか、あるいは内角のボールにうまく当たることもできるため、毎年 MLB の中でもかなりデッドボールが多い選手として知られますが、今年はそんなフランスの当てられ破りが全開の1年でした。 今季158試合に出場してデッドボールはなんと34個1900年以降の MLB でシーズンでデッドボールを30個以上食らった選手は過去に9人しかおらずフランスが10人目の選手ということになりましたまたシーズン34個のデッドボールというのは同じ期間で MLB3 位の大記録であり1997年のクレイグ・ビジオ以来26年ぶりのハイペースともなりました2021年に本格的に MLB に定着して以来毎年20個以上のデッドボールを食らっていたフランスでしたがついに30個の大台に乗せたと フランスはあまりフォアボールを選ぶ選手ではないんですがデッドボールは彼にとっては重要な出塁の源とでも言えるでしょうかただこれだけデッドボールを食らったのはいいんですが肝心のバッティングに関しては今年のフランスはさっぱりでチームの中心打者として引っ張るはずがリーグ平均程度にしか打つことができませんでした今年のオフは同僚の JP クロフォードとともにドライブラインに通うらしく来年はバッティングの方も頼みます 続いて満塁は任せろということで、ツインズの内野手、ロイス・ルイスの成績。ルイスは今季58試合217打数でなんと満塁ホームランを4本も放っています。MLB.com のアンソニー・カストロビンス記者によれば、シーズン450打数未満で満塁ホームランを4本以上打った選手は過去にいないらしく、しかもルイスはその450の半分以下の打数で4本も放ってしまったんですから驚きです。さらに加えれば、ルイスは満塁ホームラン4本をたった18日のスパンで打ちまして、8月27日のレンジャーズ戦と8月28日の 日のガーディアンルイスはもともと2017年ドラフト全体1位指名を受けるなど将来を嘱望されていた選手でしたがその後は度重なる怪我でなかなか思うような成長曲線をたどることができずプロスペクトとしての評価も年々下がっていたところ今季は58試合でホームラン15本。 ベースボールレファレンス3スのウィンザーボリプレイスメントで2.4を記録し、プレイオフ6試合でも4本のホームランとようやく大きな舞台で輝くことができる1年となりました。満塁ホームラン4本もその躍進を彩る大きな記録ともなりましたね。続いては走るのは任せろ、正しいということで、アセチックスの外野手エステウリ・ルイーズについて、 今季はピッチャーの牽制制限、さらにはベースが大きくなったことでこれまで以上に盗塁に注目が集まったシーズンとなりましたが昨年マイナーで85盗塁を記録したルイーズは今季 MLB で67盗塁とスピード面で我々に大きなインパクトを残してくれましたただルイーズについては少し他の問題がありまして確かに結構な数の盗塁を記録したのは事実なのですがリーグ平均以下のバッティング、さらにはセンター守備で DRS-18 と大幅なマイナスを叩き出してしまったことから67盗塁ながらもベースボールレファレンス,アスのウィンザー・ ウィンザー・ブ・リプレイスメントはまさかのマイナス0.21900年以降では3人目となるシーズン60盗塁以上を記録しながらもウィンザー・ブ・リプレイスメントがマイナスに終わった選手となってしまいました足がメジャーのレベルで通用することは十分証明してくれたと思いますが今後の生き残りをかけて来季に向けてはバッティングと守備どちらもレベルアップを図りたいところでしょうか4つ目はピッチャーの記録点は取られるが三振も奪うということで今季ホワイトソックスとドジャースでプレーしたランス・リーンの成績をご紹介します 今季のリンはとことん打たれ、シーズンの防御率は5.73と、ま、あ180回以上投げた先発投手としてはなかなか見ないレベルの成績を残してしまったんですが、ただじゃあ全く勝負にならなかったのかと言われるとそうでもなく、今季の脱三振は191個で、こちらは MLB 全体でも20位と全然悪くはないと、普通今季のリンくらいに三振を奪えるならもう少しマシな成績を残しそうと思いますし、実際に1900年以降でシーズンの防御率が5.50よりも悪いながらも、190脱三振を記録した初めてのピッチャーともなりました。 まあ今期のリンに関して言えばここまで失点が重んでしまった一番の理由はやっぱりホームランの多さ。MLB ワーストとなる44本も許せばなかなかに厳しい印象ですし、プレイオフでも1イニング4飛弾の新記録を作ってしまったのはまさに今季のリンのピッチングを象徴するような出来事でもありました。5人目はリリーフピッチャーの記録ですが、ロッキーズのセットアップはジェイクバードの記録です。バードは今季ロッキーズブルペンで70試合に登板して防御率4.33。 ダッシ天国、クワーズを本拠地としていることを加味すれば平均以上のピッチングを見せてくれた選手であるんですが、ただ今季一度もセーブを記録することができず、そればかりかセーブ失敗が11も数えてしまい、史上初めて10回以上のセーブ機会がありながらも、一度も成功しなかった選手となりました。もちろんセットアッパーという役割上、7回や8回を投げる機会が圧倒的に多いことから、リードを守りきれなかった際にセーブ失敗が記録上つくことあっても、リードを守ったとしても試合の最後まで投げることは基本的にないはずですので、セーブがつくことはない。セーブ失敗 こだけがが圧倒的につきやすすいいい立ち位置でであることは間違いないのですがそれでも10回以上セーブ機会があって一度も成功がないのはなかなかに珍しいというか MLB でも史上初めてのことであったととはいえセーブはなかったものの今季のバードの貢献自体は評価できるものであり特に敵地では防御率2.82と高騰していましたので来季もブルペンで重要な役割を担うのではないでしょうか 次からはまあ皆さんもご存知であろう成績ですが、パドレスのブレイクスネルは今季 MLB トップとなる防御率2.25を記録しながらも、こちらも MLB ワーストとなるヨシキュー99個を記録するという随分とアンバランスな成績を残しました。昨年ホワイトソックスのディランシースが似たような方向の成績を残しましたので取り上げましたが、今季のスネルはその上を行きましたよね。 基本的にフォアボールは単純にランナーが増え、失点のリスクも増すのでピッチャーの大敵、忌避されるべき存在でありますが、投げるボールが一級品のスネルについては別にいくらフォアボールを出しても後続を抑えれば問題ないでしょという感じのピッチングを1年間通してこの成績を残してしまったと、シーズン90個以上の予試球、9人あたりの予試球が5個以上ながらも、シーズンの防御率を2.30以内に抑えるあたり、 やってることがノーラン・ライアンの世界なんですが、実際にこれを全て満たすシーズンを送った選手はライアンと今季のスネルしかいないようですね。ただスネルとライアンで異なる点を挙げるとしたら、ライアンはサイヤング賞に一度も手が届かなかったところ、スネルはおそらく今季彼にとって二度目のサイヤング賞に輝くであろう点でしょうか。 そして最後はみんな大好きフィリーズのカエル・シュワーバーさん。昨年打率2割2分未満の選手としては史上最多となるシーズン46ホーマーを記録したシュワーバーさんですが、今季はそのアンバランスぶりにさらに拍車がかかり、打率1割9分7人と2割を下回っているにもかかわらず、ホームラン47本104打点。 2年前にロマン法の代表格こと上位ギャロさんが打率1割台の選手として史上最多となる38ホーマーを記録し、当チャンネルでも取り上げたことがありましたが、シュワーバーはそのギャロの記録を塗り替え初めて40本の大台に乗せるとともに、大幅な記録更新で当然ながらに打率2割未満の選手として史上最多のホームラン数となりました。もちろんシーズン 203C 以上も記録し、何と言いましょうか、 ロマン法ぶりに磨きがかかった感じですかね。まさか昨年をある意味上回るインパクトを残すようなシーズンを今季も送るとは思いませんでしたよ。 今季もリードオフマンとしての出場が最も多く、108試合でホームラン34本。相変わらずどんなリードオフマンだという感じですが、来季もまた我々の想像を超えるような成績を残してくれるのでしょうか。ということであまり見ることのない今季のちょっと変わった選手の記録を紹介してきました。やっぱり最後のシュワーバーのインパクトは個人的にも、そしておそらく多くの方にとっても大きかったのかなと思います。 皆さんにとっても印象に残ったちょっと変わった記録などがあれば、こちらもぜひ教えてください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、ベルビン関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。